はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今日はね、久しぶりにね、豚の生姜焼き作りましたね。で、生姜焼き作って、あと唐揚げはね、スーパーのお惣菜買ってきました。作ったのはね、生姜焼きだけですね、今日ね。で、あとポテサラもお惣菜ですね。まあこんな感じですね、今日は、うん。では、今日も暑いんで、ちょっとね、まずはミニゴロの中身、大ゴロ入ってます、焼酎ね。で、ウィルキンソンさんの炭酸ね、炭酸、よいしょ。で、まずはポッカレモンでね、レモンハイ、甘味は入れないでね、ポッカレモンだけ使ってます。よいしょ。で、軽くかき混ぜて、で、今日のシュワシュワこんな感じですね。こんな感じで、では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。ではお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。今日はちょっと暑くてね、今部屋の中の温度ね、32度ありますね。さっきまでね、33度超えてたんですけども、ちょっとね、気温が少しだけ下がってきて、1度ぐらい下がってきたのかな、うん。なんでね、ちょっとね、暑いんで、今日はレモンサワーでね、レモンハイでスタートしてみました。ではまずはね、豚の生姜焼きからいただきたいと思います。こんな感じですね。豚肉は豚肩かな、ロースじゃなくて、確か豚肩ロースなのかな、でも豚肩肉なのかな。とんかつに使うロース肉とはちょっと違うやつ買ってきましたけど、こんな感じですね。これは豚丼のタレ、北海道の豚丼のタレ、あれに生姜のすりおろしを入れて、で、それで10分くらい豚肉を漬け込んで焼いてから、このね、タレをフライパンでちょっと煮詰めて、で、かけましたね。生姜が入ってるんでね、ちょっとね、黒くなっちゃってね、うん。で、まあキャベツつけてね、こんな感じですね。で、七味ね、七味をパッとかけて、本当はマヨネーズかけたいとこだけど、どうしよう、ないか、まずはこれでいってみるか。ちょっとタレ、おお、結構大きいですよね、ほら。まあ薄い肉ですけどね、薄いお肉ですけども、結構大きいお肉ですね。こんな感じですね。おお、ではまずは一口いただきます。生姜が効いててうまっ。結構生姜使ったんで、生姜がね、ピリピリきて美味しい。ではじゃあおかわりはこれをいただこうかな。ハイニッカね、ハイニッカを入れて、
このぐらいにしとこう。あんまり入れると酔っ払っちゃう。でウィルキンソンさんの炭酸入れてハイボールね。おお。じゃあハイボールちょっと一口飲んで。じゃあどうしよう、トマトとか持ってきてるんだけど、今日はねあのこっちにキャベツあってこっちにも野菜入ってるんで、見えるかな、野菜入ってて、なんでサラダも持ってこないで、トマト切って持ってきました。またじゃあせっかくなんで食べようかね、うま塩のドレッシングよいしょ。あ、マヨネーズのかけるかな、まあいいか、ドレッシングでいくか。さっぱりするんでね、トマト。いただきます。うん、おいしい。うん、じゃあ次は唐揚げかな。スーパーで買ってきた唐揚げ3個だけね買ってきました。一応ねお塩をね熱したあの味付けてるんですけど、どうしようかな、これにねマヨネーズちょっとつけて食べようかなと思ってマヨネーズ持ってきたんですけども、マヨネーズはこれね、これもう買わないともうないんだよ。 80% カロリーオフのカロリーカットの、キューピーライトね、これだいたいドレッシングと同じぐらいのカロリーになるんで、そんなにねカロリー高くないんで、まあたくさん使えばねその分カロリー多くなっちゃいますけど、だいたいここにも書いてある、マヨネーズ 15g だいたい大さじ1杯あたりで、普通のマヨネーズはね100キロカロリーあるんですけど、これは20キロカロリーしかないね。なんでそんなにねたくさん使わなければ、そんなにバカみたいに普通のマヨネーズみたいに高カロリーではないんでね、ちょっとだけ使ってよいしょ、こんだけね、これだけでも十分マヨネーズの味すると思うんで、まあこれマヨネーズじゃないんですけどもね、厳密に言うとマヨネーズ風のドレッシングにあるんで、こんな感じですね。ではたまにまた唐揚げ作って食べたいですけどね、もう今暑くてね揚げ物はなかなか大変なもんでね。じゃあいただきます。うんうんうん、お肉にしっかり味が染みてて、ちゃんとねタレに染み込ませて味付けてあるんだと思う。よいしょね、うん、結構大きいから揚げ、うん、唐揚げにハイボールね、これもねやりたかったんで、今日ウィルキンソンさんのね炭酸持ってきたんですよ。唐揚げにハイボールね、ハイカラって言うんですかね、ハイボールと唐揚げでハイカラって言うんですかね、ハイボールに唐揚げ合わせるの、なんかちらっとなんかネットで、ネットっていうか動画で見ましたけども、よく合いますよハイボールには、あの唐揚げでは
でポテサラね、野菜ポテサラ、マカロニサラダをねたまに買ってこようかなと思ったんですけどもね、 100g あたりのねカロリーがね100キロカロリーぐらいね、マカロニサラダの方が高いんですよ。なんでねまたこっち買ってきました。野菜のねポテサラ、こうねポテトがゴロッとこうね全部潰さないで塊のポテトがこう残ってる感じのねポテサラですね。で野菜がいっぱい入ってる。でいただきます。うん、これもマヨネーズのね加減して使ってるんで、お芋の味がねしっかり分かって美味しいんですよこれ。うん、氷が、よいしょ、動画の尺どのぐらいいってるかな。今日はそんな無駄話とかしてないと思うんだけど、じゃあお次はね、久しぶりにこれも買ってきました、蝶屋さんの梅酒ブラッキューね、梅酒にしてね炭酸入れて梅酒にして飲みたいと思います。よいしょ、まずは梅酒からこのくらい入れるか。で炭酸ね、ちょっとあまり薄くすると美味しくないんでこのぐらいにしておこうかな。ではもう一枚、あ、これは、あ、そうか、野菜キャベツにマヨネーズをちょっとかけて、よいしょ、マヨネーズか、これをちょっと待ってね、これ2枚にしたいな、切れないか、ちょっとこのマヨネーズの、あ、膜か、ちょっと待って、これを裏返して、おお、いい感じ、うわすげえ、一口で食べられないかもしれない、ほらキャベツを巻いて生焼きで巻いて、これでいただきます。いや、美味しそう、いただきます。うん、これ美味しい。もっと巻いてもよかったな。最初から巻いて食べてもよかった。これ美味しい食べ方だな。うん、うん、うんうんうん、ではあとはね、また他の方の晩酌動画とかね、元ブログとかキャンプ動画、ゲーム動画ね、見ながらゆっくり続き食べて飲んでいきたいと思います。で今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また頑張ってね動画編集してアップしたいと思いますんでね、よろしくお願いします。